おはこんばんちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は初ライブのまとめです。うつ主がブツブツ言ってますが、レース部分を切り取ったのでご覧ください。メジロドーベルと不採地コンコルドの配合で新馬を作ったぜ。私たちは置物になります。できれば牝馬が欲しい。起きた。芝の中距離型。ひとまずダリア賞から決まる。早速ギリギリ勝ちっていう。よしよしよし、ここで安室サムさん、こんばんは。まあ、まだ2戦目なんで全然大丈夫。あの間をつければハートブリブリするから直線行く。ちょ、ど根性型の一緒に切れ。本数が意外と12とはないぞ。スタートはさっきよりはマシかなという感じですね。黄色で持ちたい。引くしかないか。これは厳しいな。どうでしょうね、これ。ああ、ダメか。お、スロットはいい感じ。うまくさばけたぞ。ああ、ダメか。夜修正。一瞬で。いや、ダメか。アウディ的にはこの位置も出そうかなと。ちょっと早かったか。ここ先行仕切りで。
動物来たな。とか押し切る感じでいきます。いや、でも相手が強い。ここは一瞬抜けれよう、うまく出せたらなと思います。よし、ちょっと置かれすぎたか。行ってみましょう。あ、ちょっと出てくれ。お、不屈の闘志来ましたね。さすがにちょっと相手が悪いか。アビリティは進化しましたね。まあ、アビリティを出せたと考えるとまあこんなもんかなと思います。メジロブライトオフサイドトラップにも警戒しつつですね。シーゴジャスティスに。ここは展開的にはレースは組み立てれそうなんですけども、よく合わせた。さすがにジャパンカップは12番人気。スペシャルウィークにエルコンドルパサースウェインもいますね。ウンガロ、チーフベアハート、カイタノ、ルソー。三冠、秋コバ三冠のどれかは持っていきたいなと思いますね。ガセモショバサガミックスですね。ちょっとアルバムなので、
序盤から砂糖取りに行くね。3でレコードだったんですね。点数は39が出ましたけどね。ちょっと能力差を感じた一戦でしたね。ですが、この配信も最後ということで、落ちている中で、コンドルパスワードグラスワンダーですね。ここまで蹂躙されているジャパンカップですね。もうジャパン外国馬が最後に勝ってからもうどれくらい経つんですかね。アルカセットが最後かな。13番人気で3着なんで、頑張ったかなっていうところですよね。2戦連続999点でしたね。そして全盛期ならワンチャンあったかもしれないですね。